あ、マジか。もう最終進化。俺40レベルぐらいだと思ってたわ。あ、ラッキー。かっこいい。やば。エンニュート、エンニュート姉さん。俺こんなシルエットだったか。だいぶ不審者じゃない。やっぱポケモンが強くなってくると楽しくなってくるな、ワイルドエリアね。みんなパララララパララパララ、暴走族みたいなやついるな。シルバースプレー、シルバースプレーとか今回必要あんのか。やっぱなんかシンボルエンカウントがメインだからさ、シルバー、あ、すごい傷くるし、いいね。ついにいい傷薬の上が来たか。すごい傷、あれ？ポケモンセンターじゃないこれ。ああ、そうだね。ポケモンセンター2つあるもん。これわかんない人いるよ、多分。ジムチャレンジか。え、ちょっと待ってください。ああ、なるほどね。そうかそうか。ぐるぐる回って最後ナックルしていこうってか。で、5つ今喋ってたな。ラレテラテラテラジムファッションは目が回るって？な、お前ら。みんな何言ってるかわからん。お！ポケモンバトルやってる。いけ、トリトトン。ホワーグジョグチョ。怖っ。変な技使った。サイドンとトリトトン。タイプ相性は俺が経験の差があるわい。ホワートリ、ホワーグチョグチョってなんだ？ホワーグチョグチョ。ナックルシティ宝物庫ですが、許可がなくては入れません。宝物庫なんてあるの？ん？知らないよ。カジッチュ。あ、いいよ、いいよ。いるいる。カジッチュ。今、すげえ、手渡ししたな、今。もっとあるだろう、なんかこの、まあいいけど。せっかく君がカジッチュを譲ってくれたんだ。しっかりと彼女の思いを伝えなきゃね。ああ。遅れてごめんね。すごいな。てか、ポケモン交換じゃなくて、あげるってことあるんだな、ポケモン。ほとんど片付いたよ。引っ越し、明日だから。ねえ、このポケモン見てよ。カジッチュ捕まえ、すごい。すごいんだ、これ。人からもらって。ごめん、本当は自分で捕まえたカジッチュ君にあげたかったんだけど。やっぱり忘れて。カジッチュは忘れてないよ。私この子は受け取れないよ。遠くに行っても、離れ離れになっても。君が捕まえたカジッチュ、私ずっと待ってるね。それって。それじゃあまたね。淡いなお前ら。あのさっきのどういうことなんでしょう。まあおめでとうだ。あ、ありがとう。って、うわー、やっぱりそういうことなの。本当に本当にいいんじゃない。やったー。バカだよこいつ。アカウントにこの子君が、そういうことか。返してくれんのか。大事な一歩を踏み出した俺。甘いリンゴを手に入れた。進化させるっつってるじゃん。これ絶対カジッチュ進化させるでしょ、これ。でもちょっと待てよ。カジッチュ自体がもうリンゴの中に住み着いてるのに。甘いリンゴなんて。まあいいか。もうなんか、まあ、使わねえポケモンのことは考えなくていいや。わあ！じゃあこいつ。ちょっと待て、あのまっすぐま、あのまっすぐま完全に二足歩行してるんだが。なんだあいつ。あれまっすぐまか本当に。あれもしかして進化形態なんじゃないの？まっすぐまの次。なんだろうな。ポケモンの名前が思いつかないけど。まっすぐの上でしょ？限られたポケモンだけは覚えられる技。その名も合体技。覚えさせます。翼くん。合体技？じゃあ合体技、あ、これか。炎の誓い。
炎の柱で攻撃する草と組み合わせると威力が上がって周りが火の海になる。恐ろしい。まあ、ニトロチャージ忘れようじゃん。まあ、ニトロチャージ便利な技だったけど、炎の誓いの方が普通に強い。すごいね。でも合体させるってどうやってやるんだろう。ダブルバトルで同時に使う的な、なかなかむずいよね。なかなかむずいけどやりがいがありそうだ。あ、さっきのカップルじゃない。僕がチャンピオンになったら世界中の願い星を君にプレゼントしちゃおうかな。願い星が落ちてくる人って何か持ってる人なのかな。なんか全然思って、どこにでもいるな、あいつだ。だいぶ発展してるな、なんか。なんか、奥手だったと思ったんだけど。違いそうなのかもしれない。ん？好きな人がいてね。お手紙書いた。へぇー。いいよ。ポーラっていうの。じゃあ、でも、誰に渡すかじゃない。古びた手紙。なんで古びてんの？大切なポケモン。女の子を預かった男の子に。アラビスクタウン。行ったことねえな。フランク君に届けてね。オッケー、任しとけ。アラビスクタウン行ったことねえけど、フランク君に渡してくるわ。よく俺を信じたな。へえ、いるか。さあさあさあ。だいぶ寄り道したわ。ローさんびっくりしてるだろうな、あの日。半日来なかったから、俺。あ、すいません。ちょっと遅れちゃいました。ナックルシードスタジアムはエネルギープラントとしての役割を、そうなんだ。発電所があるわけ。私のタブレットで説明を見てみようか。ほう。おー。ほら、わかりやすいエネルギープラントの解説だよ。なんかこう、刈り込んでるところを、あのなんか、クリリンの額みたいなマーク書くのどうなんだろうな。いらないんじゃないか、それ。ナックルスタジアムの塔からエネルギーを吸収して、塔の上からエネルギーを吸収して、街に循環させてるってこと？で、街の光がまたエネルギーになるってことか。どういうこと？何のエネルギーを吸収してるんですか？願い星のエネルギーなんだ。へぇー。じゃあ願い星は無限の可能性があるな。仕事の時間だよ。オリーブ君に怒られる前に移動しようじゃないか。サーギレート君、次は宝物庫に来たまえ。あったね、宝物庫。宝物庫に行くんか、これ。ジムリーダーと戦ってきていい？あ、そうですか。そうか、じゃあ、あと4つ、俺はぐるっと回ってくるんだ、ここ。ぐーって、この6番道路、7番道路あたりとかぐるーって行って、ジムリーダー4つ倒して、で、この、ナックルシティで、キバナさんと戦うと。あ、ダンテ！何してんの？君のライバルであるホップはどうしたんだ？俺の顔を見るなり、兄貴ごめん！なんて、謝るから驚いたぜ。まあ、あれだ、ビートに負けたって言ってたもんな。ビート選手に負けたらしいよ。でも二人とも俺にボコボコだけどね。そうだな。あいつ、案外いいトレーナーになるかもな。そう、やっぱ負けから覚えることは多いからね。勝ちより負けの方が圧倒的に覚えるものは多い。今なら6番道路の手前の宝物庫にいるぞ。みんな宝物庫に行くな。宝物庫大好き。トゥントゥ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 。忘れてた。なんか光ってんなとは思ってたの。プラスパワー2個。あれ？キバナさんじゃん。こんにちは。なんかみんな次から次へと、入れ替わり立ち替わりで人が変わるな。ダンデが見込むとは確かに強そうだ。ただし、キバナ様に、自分のことを様呼びで、しかも、なんじゃこいつ。ジムバッジが7個いるんだな。おっと、宝物庫か。歴史からポケモンを学ぶの、あ、宝物庫だけど歴史が学べるの？そうなの。こんにちは。あ、空手家だ。空手王の人じゃん。これ、俺様のリーグカードだぜ。ありがとうございます。全然欲しいと思ってないけど。宝物庫なら階段の先だぜ。
ゼが気になる。ナックルシティは、大昔はガラル地方の中心、時代を伝える宝物、いや、宝物も階段を登った先にある。宝物庫に収められています。まあ、人が、なんか普通に人が入られるようになってんだ。何やってんすか？許可をもらわないと宝物庫には入れないんだ。許可待ち？もしかして。座して待ってんの？合ってんのか、それ。コネを作った方がいいんじゃないか。推薦状だったりさ。なんか落ちてる、甘える！すげえな。俺が甘えなかったことによって甘えるが手に入ったわ。攻撃ガクッと下げね。まあ、特殊攻撃っていうのがあるからさ、攻撃をただただガクッと下げりゃいいかって、やっぱそうはならないわけよな。それやっぱ敵を見て変えなきゃ、あれー！本当にどん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 知り合いが変わるな、これ。これドッペルゲンガーなんじゃないのこれ。シェイプシフターとか。タペストリー。願い星を見る若者二人。厄災の訪れ、困惑する若者。あー、剣と盾だ。最悪を追い払う剣と盾を見る若者。見るというかガッツポーズしてる感じよ。王冠を被る若者。ガラルに王国ができて、た時の物語。ああ、なるほどね。若きジムチャレンジャーさん、何か気になることないかしら。英雄二人？さすがだね。エンジンシティのホテルにあった英雄の像はどう見ても一人。でも、ここのタペストリーでは若者二人と記されている。で、二人なんじゃない？普通に。ブラックナイトとは何だと。俺ちょっとそこら辺の話も完全忘れちゃったわ。応援でこれ分けてあげるから、勝ち残るの楽しみにしてる。元気のかけら、めちゃくちゃ元気、すごいありがたい。ありがたいよ。4000円ぐらいの価値がある。最悪追い払った剣と盾は今どこにある？いや、俺多分ポケモンなんじゃないかなと思う。このゲームポケモンだし。で、俺、このゲーム買った時、買ったんじゃないわ。もらったんだけどさ。表紙に、なんか、シールド状のポケモンがいたんだよ。あれじゃ、あれが盾なんじゃないかな。宝物庫のタスピスタスシー。だいたいガラルの英雄。噛んでんじゃねえよ、お前。今のガラルに言えば、チャンピオンダンデが英雄だな。いいか、佐々木レッドのゴールはスーパースターダンデに勝つことだ。その、おー、すごいね。まずは俺を超えてからだ、みたいなこと言わないんだわ。そのために、6番道路を越えて、ラテラルタウンに、あー、オッケー。行ってくるわ。行ってくるわ。じゃあ、ホンダバラテラ、どうした？なんか手振ってら。あー。それだけ。ラテラルタウンに向かおう。話が進んだ。え、大丈夫か？あ、違う。うずくまってる人じゃなかった。うずくまってる人、砂蛇っていうのこいつ。見たことないんだけど。かわいいか。かわいいかな。我々エルダンは砂蛇が安心して眠れるよう応援している。いや、それのせいで眠れないんじゃないか。ポケモンは起こさないから、起こさないから通してもらうよ。どうぞどうぞ。何それ？どういうこと？起こさないから通してもらう。あ、おー！ホップ！あ、サーゲレット、ラテラルタウンに行くんだよな。エルダンの人たち、そこ通っていい？あなたたちは子供はうるさいので通行は許しません。特にチャレンジバンドをつけたジムチャレンジャーは嫌い。バタバタ、足音を立てると砂蛇が起きてしまいます。戦うんだ。まあ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 、勝負しようぜ。あなたたちうるさいので砂蛇が起きますよ。砂蛇こう、ちょっと、何なの？砂蛇が何なんだ？全然よくわからん。脈略がなすぎるわ。スカンプ。じゃあ、翼くん行ってこいや。顔面蹴り飛ばせ。ちょうど蹴りやすいところにいるじゃないか。二度蹴り。耐えれんのか？俺の二度蹴り。耐えられない。これが翼、誘爆。まっすぐま。
あのなんか立ってたやつ何なんだろうな。あーでもまっすぐ間っぽいな。そういう描写なだけ。まっすだからなんかこう立ち上がるときもあるよ的な。終わりか。ちょっともうレベル上げすぎたかもしれんなこれ。佐々木レッド、その勢いで任せるぞ。おいどうした。おいホップの調子が悪いぞ。ホップ、いや元気なくなっちゃった。レパルダス、ね、こいつはもうずっと蹴り続ければいいよこんなやつらは。ちょっとホップの元気がない。俺ホップの調子が悪いと俺も調子悪くなっちゃうよ。頼むぜホップ、ほんと元気出してほしいよな。やる気出してくれよやる気。あれ終わり？なんなんお前ら。強いトレーナーを連れてこい。本当に目覚めるかもしれません。分かったから。なんだあいつら。佐々木レッドとエスバーンのコンビは本当にすごいぞ。俺ビートにボロ負け、ボロついたの。いや負けたのはいいんだ、勝負ってそんなもんだろ。そうな、俺にも死ぬほど負けてるもんな。どうした。ただあいつに兄貴の名前に泥を塗っていますね。そんなことを言わす、自分が悔しくて嫌なんだ。どんな顔してるんだホップ。俺が弱いと兄貴まで弱いと思われる。いやそれはないだろう、無敗の王者だぞ。おい、自我が強すぎるというか、お前、自意識過剰すぎるわ。おい。じゃあ、あいつ。あ、どうも。起きた？え？なの、あいつ。砂蛇が気になるな。あんた、ダンデが選んだジムチャレンジャーだね。あら！この人ジムリーダーの人じゃない？私はポプラさ。詳しくはカードをご覧よ。ありがとうございます。名刺だな、名刺。どこかであんたの本気見させてもらうとしようかね。ばあちゃん。腰悪そうだ。大丈夫か？昔の初代のさ、初代と金銀だったかな。四天王にさ、ゴースト使いのおばあちゃんいたじゃん。サキコみたいな。なんかおばあちゃんでもやっぱポケモンやるんだなと思って、俺結構ジムリーダー好きだった。ジムリーダーね、四天王好きだったんだよね。うわぁ。何やってんのこの人たち。ポケモンより深く知るために勝負をすることは大事なんだ。ドクターとしてチェックさせていただきます。何をドクター、医療チームの直樹とあやね。へぇ、医療チームなんだ。お、今手袋ちょっと直した。お前それ外でつけてたら意味ないからな、その時。まあしかし翼くんと姉さんのタッグマッチって、あれ左側のあれトゲチック、トゲチックっつったらね、あれですよ、あれになるやつよね。な、名前忘れちゃったわ。噛みついてもしょうがないけど、火炎車してもどう、あ、いや、虫が効果あるんじゃないか、トゲチックに。ちょっとやってみようぜ。まあ、翼くんの二度蹴りで小刀を倒すでしょ。で、姉さんが、トゲチックはフェアリータイプだから、虫とか苦手なんじゃないかな。どう？そんなことないわ。ちょっと相性表見てみるね。フェアリーは、毒、鋼。理由はわからない。理由はわからないけど、毒と鋼に弱いらしい。本当に意味がわからないけど。なんで？ちょっと待って。これね、飛び跳ねよう。ちょ、飛び跳ねるって5回しか使えないんだ、これ。あ、知らんかった。いいわ。効果なくても二度蹴りしろ。やっとけ、やっとけ。こんなやつにね、PP 使うのはもったいねえよ。特に何入していかねえんだから。行け、丸役で。火炎車、強い。
自らを回転させ炎をまとい相手に突進する。ポケモンが傷ついちゃうと気になって気になって強さのメカニズムウルトラ気になっちゃう。なんだどういうこと、なんなん君たちは、どうなってんのこれ本当に。こんな、ああディグダ、ダグトリオみたいな像があるぞ。うわあなんだこの人、おしゃれなお姉さん。勝負に強いモデルというのが私のアイデンティティなんだよ。勝負に強いモデル、モデルの姫子。こんにちは、梅津和夫さんみたいな人いるけど。お互いの最高をぶつければポケモン勝負の芸術だ。芸術家か。うわぁ、もう完全に梅津さんじゃない。大輝、下の名前でドガース、いいね、思いっきり爆発しそうだ。ガーディレベル41。ちょっとみんなだいぶレベル上がっ、うわ大丈夫、ちょ持ってたもの落としたけど大丈夫。君たちの技は美しい。いやー惚れ惚れしたね。大丈夫ですか。ガク、うわあもう一回作ってる。早い。あ、ついちゃった。あれ、まだ全然探索してないけど。まあ、いっか。ここが何タウンだっけ？なんかちょっとこの、インディアン風な、インディアンっていうかこの、メキシコ風だな。あ、曲がすごい。ついただけで満足してるの？遺跡を見たらどうなんだ？なんだこいつ。なんだ？化石の竜。なんそれ。化石の竜。大昔の陸に住んでた古代ポケモン、化石の一部。どんな姿だったか謎。へぇ。6番道路の博士が化石をポケモン、へぇ。いろんな化石を集めるならよ、ワイルドエリアだよ。探し回るか、穴掘り兄弟に頼んだ。へぇ。穴掘り兄弟。いたな、そんなやつ。兄貴は、スタミナがあるけど、弟はスキルがあるみたいなこと言ってるやつでしょ。なんとか練習しろよな、ちょっとな。それで満足するな。ん？よーく見たらこれ剣と盾あるわ。左行きます。あーすごいんだ。